ブラジル海軍は、ブラジルにおける海軍、ブラジル軍3軍を構成しているものの一つである。2007年時点で、現役兵32,850人が所属。国家防衛、通商路の保護、沿岸及び大河川などの警備を主任務としている。フリゲート、コルベットなど14隻を主力とし、潜水艦5隻も保有する。一個団の海兵隊も参加にあり。 ブラジル海兵隊を編成している。ブラジル海軍は、フランスの技術援助を受けて、2020年をめどに、原子力潜水艦の配備を計画している。PHM はテランテコ人員は1300人から、なる。人員は14600人からなり、1個、士団編成を取っている2011年6月現在、JM-S ファイティングシップス2011から2012より、 過去に収益した艦艇については、ブラジル海軍艦艇一覧を参照。通常動力型潜水艦 S35 から2017年、収益予定と1989年、タモヨ1995年、ティンビラ1996年、タッパ城1999年、航空母艦さん、パウロ2001年最終駅、2017年退役フリゲート、 クリーニャウィ1995年最終駅、ボジージオ1996年最終駅、ハデマーケル1997年最終駅、ニッテロイ1976年デフェンソーラ1977年、コンスティトゥイサン1978年、リベラウ1978年、インデペンデンシア1979年、ウニアン1980年、 コルベット・バ・ローゾ2009年、イニャウマ1989年、ジャセグ・アイ1991年、ジュリオ・デ・ノロニャ1992年、フロンティン1994年、紹介テーマーリン、バラクーダ、ドラード、アルバコラ、アネ・キム、パルゴ・グラジャウ1993年、グアイは1994年、グラウナから1994年、 ゴイアナから1997年、グアジャラ1995年、グアポレ1995年、グルパ1995年、グルピ1996年、グアナバラ1999年、グアルジャ1999年、グアラトゥーバ1999年、グラバタイ2000年から1955年から1955年、 ペドロデイ・シェーラ1973年ラポーゾタバレス1973年から2009年から2010年から2012年収益予定2013年収益予定2013年収益予定2014年収益予定から1985年から1985年から1986年から1986年ピラチニ1970年ピラジャ百七十一年 パンペーロ1971年ピラチ1971年ペネド1971年ポチから1971年河川小海底ロライマ1975年ロンドニアから1975年アマパーから1976年河川モニタードック型揚陸艦、セアラモト LSD-34 ハーミテージ1989年 最終駅リオデジャネイロ元 LSD-33 アラモ1990年、最終駅戦車用陸間、マットーゾマヤ1994年、最終駅輸送用陸間、ガルシア・ガビラ1987年最終駅。 アルミランテ・サボヤ1967年、最終駅汎,汎用揚陸艇から1978年から1978年から1981年中型揚陸艇、GED801 から805総改艇アラテ1971年、アニャートミリン1971年、アタラヤから1972年アラサトゥバ1972年、 アブロールオス1976年アルバダンから1976年南極観測船海洋観測艦アンタリス1984年水路調査艦アモリムドバリ1985年タウルスから1986年カルニエサンパイオ1986年測量艦東大見回り船コマンダンテバレウア1982年テネンティカステロ1984年コマンダンテ マニアイス1983年テメンテボネルゲス1985年練習艦、アスピランテナシメント1980年グアルダイコールマリージャンセン1981年グアルダイコールマリーブリト1981年練習半戦潜水艦、急難艦下潜油送定病院船オズワルドクルスから1984年カルロスシャーガスから1984年 旧油管火船補給艇浮きドック、港内衛船、校用衛船、アルミランテギーエン1976年、アルミランテギーロベウ1976年、トリタンから1987年、トリベンテ1987年、トリウンホ1986年2011年6月、現在、ジェー m S ファイティングシップス2011から2012より、固定翼機回転翼機、 ありがとうございます。